はい、今日の一品です。まずは厚揚げを3枚、熱湯で油抜きをしていきます。そして熱湯で油抜きが終わったら、お鍋でみりんを今度沸騰させていきますね。みりんをたっぷり。はい、沸騰してきたらここに、本だしと醤油、みりんと同量ぐらいですかね、醤油が。これに、お砂糖、とろろ昆布を2つまみ。そしてお酢ですね、大さじ2杯から3杯。はい、そのこれを煮詰めている間に、食べやすい大きさに厚揚げを切っていきます。そしてこのスープの中で煮詰めていきますね。辛すぎるときは水を足して調整してください。はい、だいたい5分ぐらい煮詰めれば味がしっかりついてきますので、ちょっと濃かったので水を足していきます。これで煮詰まったらお皿に移してタレを少しかけますね。そしてここでお徳用の宮古昆布をちょっと多めに。これを細かく刻んで、先ほどお皿に移したのに振りかけて和えたら完成です。厚揚げの甘酢煮、宮古昆布和えです。これで完成です。お弁当にどうぞ。